時川カンパニー代表の関根です。今日の2冊目はこの企業のマトリックスですね。さっきのはナインセルラーなんですけれども、こちらはマトリックスで2017年に出ている本なんですが、ナインセルはどちらかというと研究者の方がまとめたものなんですけれども、こちらはまあ実務家の方がまとめられたもので、非常にこうあの分かりやすいんですね。横軸が売り上げを上げる手順で、縦軸が売り上げをアップする因子ということで、これもあのまたじっくり考えていきたいと思います。それでは